でもあの子めっちゃ寝てんだけど。本体は鼻水ですか？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、それじゃあ出発しますか。今回は誰誰誰誰誰誰、何、さっちゃんかな、みんなが見よる方向的に。そしてめぐちゃんとキャンディーさん、はい、この4人で行こう。さあ、ここからどう行くか。こっちに行く、とりあえずここ行くか。ここ行って次のワープのところまでちょっとつなげていこう。私が頑張らないと。めぐちゃんがお姉さんとしてね、ちょっと引っ張っていってくれるけん。呪いの鎧、なんか右側はちょっとすごく気の抜けたような顔をしてるけれどね、めっちゃ弱そう。でも多分鎧やけん防御力とか高いんやろうなっていう時にやっつけるよね。そうでもなかった。そんなに防御力高くなかったわ。みんな愛してるよ。ふう、みんなさっちゃん大好き。左側の方が意外にちょっと強いかもしれない。お、全員協力してくれる、ありがとう、優しい。めった打ちやん。一匹相手にめった打ちやん、ひどいわ。やったね。炎のチリスープ。アリスって何が好きかな。猫なんじゃないの、わからんけど。あ、それか、まあ戦隊ヒーロー、あの格好的に。ね、そんな感じがする。なんかこのリザードマン2匹ともちょっともさい感じがするな、顔が。顔がのっぺりというかもったりというか、なんかこう迫力がないよね。お、2人が協力してくれ。おお、めっちゃいいやん。なんかまあでも勢いの割にはやっつけれてなかったけど。あれなんかな、結構なんかここは敵が強いんかな、ね、体力がすごい削り取られていく。つらい。お、挟み撃ち、いけ。おお。そして仲間がやられている様子をリザードマンはね、目の前でスーンとした顔で見るっていう。覚悟なさい、かっこいい。めぐちゃんかっこいい。いいね、無事でよかった。ローストしっぽ、ローストしっぽってなんかめっちゃネーミングセンスがね。で、ちょっと気が抜けん。また歌ってる。その音何、私が作ったの、かっこいいでしょ。前に聞いた記憶は、私のオリジナルだよ。あ、パンの声に似て、パンの声、パンが喋るかよね。この中では喋るんかと思った。いやでも一応ね、敵にパンおるよね。トーストが、トーストなんかな、焼かれてないかもしれんけど、ね、食パンおるよね。おー、巨大なスライムが出てきた。メガキュアー、よきよき、好きレベルアップ。すごく好き。2人は手助け2を覚えた。手助けする確率と効果がアップ、一緒にやろうよ。おお、そこじゃなくてスライムに行ってほしかったな。そこは別に普通にしてても一発でやっつけれるようなところやけん、避けて。避けなくても大丈夫なぐらいではあるけどね。まあ一応一応。いやー、ほらスライムが、スライムの攻撃が。みんな愛してるよ。クリエイティブ、じゃれる、かわいい。かわいい。これで精神的にも肉体的にも満たされたら、めぐちゃんはさっきマジックポイントが回復したんやろ、ジャレールで。ちょっと気になる。2人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。
なそれぞれいろんな人に見てもらいたくて頑張ってる。いいね、相乗効果やね、これこそ。アンコール。オッケー。おー、全員で。めっちゃ協力し合うやん。だからスライムに行けっていうのに。お、褒めてくれてありがとう、めぐちゃん。嬉しい。しかし、よそ見をしていてはいけないよ。これはもしや。あー、さっちゃんだけ。さっちゃんだけ協力してくれなかった。つらい。無事でよかった。もうちょっとでレベル上がりそうやね。さあ、これで次多分ワープのところに入れるようになると思うんやけど、どこに行くんかな。ハプニング誰？あー、リミちゃん。なんで？出かけてもないのに。何かしらちょっと、あれ？金が充満してました？宿屋の中ででも。心から好き。二人は敵討ち2を覚えた。復讐の一撃がもっと強力に。絶対に許さない。怖いわ。かなり好き。お、今回は、メグちゃんとプーさん。実況者同士の語らいやね。プーが歌っている。歌うまいね。このミーたちの歌めっちゃ好きなんやけど。なんかいいことね。かわいいよね、声すごく好き。さあ、そして料理お任せで。あ、今回これあれなんや。炎のチリスープとローストしっぽは初めてか。なるほどね。みんなちょっと、リミちゃんにお粥でも届けてあげてよ。届けてあげてよ。なんだかかわいそうだわ。はい、ゲームコーナーで、ルーレット。ボロボロの猫、ボロボロの猫。ダメだ、お風呂に入れてあげないと。つらい。お、来るんじゃないこれ、ボロボロ。はい、はい。はい、来た、ボロボロの猫。ほら、これでね、ケアしてあげんとね。景品、ボロボロの猫ゲット。めっちゃボロボロや。はい、くるみ。つらい。どれがいい？これかな？いやー、紫とかはちょっと、はい。これで、ちょっと薄い茶色、みたいな感じ。はい、それじゃあ。お小遣い3403。どうかな。あー、ダメだ。微妙に足りない。あ、ハートの衣いける。ちょ、待って。ハートの衣の方行こう。よし、ちゃんと買ってきたね。よかったよかった。さあ、これでどれがいいかな。このオレンジかな。よし、それじゃあ、出発しますか。さて、今回のメンバーは、はい、プーさん。そして、ピッコーちゃん。はい、キャンディーさん。まあね、ちょっと防御力アップしたところやけんね。ちょっと、それを試したかったりとかするかな。で、ここに入ったらどこに出る？ふんふん。あ、ここや、あっとった。よかったー。たどり着けた、たどり着けた。行くか。ここに太郎がいるの？太郎やったっけ？合っとるっけ、名前。いる？おーい、太郎。あ、合っとった。帰ってきておくれ。はあ、ここにはいないのかにゃ。ん？おーい。え？君の？君の顔が。めっちゃびっくりしたんやけど。アリスちょうちん。ハロー、犬か。飼い主の顔を奪ってんじゃないよ。いけ。でもあの子めっちゃ寝てんだけど。本体は鼻水ですか？かわいいけど。
可愛いけども鼻水で攻撃してくんなよ。おい、いけ、先乱れろ。いいね、乱射。ちょ、目が怖い、目が怖い。ハサミ打ち、いけい。しかしいつまでも終われない、あの鼻ちょうちんすごすぎるやろ。アリスちょうちん、あー、キャンディーさん、よし、フラワーベッドで。でもこれね、全体回復してくれるけど一人一人にはちょっと少ないんよね。もうちょっとキャンディーさん重点的に回復してくれれば。あ、自分も、よかったよかった。そうやね、自分も回復が使えるもんね。いけ、結構体力が多いな。頑張れ、頑張るんだ、先乱れろく、まだか、まだなのか。手伝うね。お、あー、キャンディーさんは協力してくれないの。めっちゃ癒されてる。あれは体力の回復がされよるってことかな。花が咲くよ、ありがとう。お、そしてスキレベルアップ。まあ、多分体力よね、あれは回復しよるの。結構気になる。二人は褒めるを覚えた。ほら、倒したよ。うん、すごいね。嬉しくて上機嫌になっちゃう。発射準備。あー、これは不機嫌になるやつ。人間大砲。着弾確認。ほら、怒ってる。ほら、怒ってるよ。頑張れ、から焼き。まだ長くない？あー、やばいやばいやばい。ちょ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 、みんながやばいよ、みんなが。ハサミ打ち、さっさとやっつけてしまわないと。もうプーさんはマジックポイントがゼロだ。キュアオール、全体回復助かる。何あれ、めっちゃなんか手すり合わせよった。心から好き。二人は心の声を覚えた。自分が倒れていて相手が致命的なダメージを受けるとき HP を回復させる。く、まだまだなのか。いやー、やめてください、危ない危ない。これ同じ人に2回攻撃してきたりとかはないんかな。あったら絶対ね、やばい感じになるよね。プーさんも MP 回復しな。しないの？お、頑張れプー。おお、いいねいいね。発射。メガキュア。結構みんなギリギリな感じで戦いよるけんね。回復が多くなってきた。激辛料理。ふぅ、ちょ、本体起きて早く。大丈夫？ピックル、いいから早く。いいから早くやっつけてしまったあいつを。かなり好き。ネオって無意識のうちにとかそういうことじゃないよね。お、 MP 飴、そうそう、大事大事。やっぱあれだけじゃね、足りんけんね。お、全員が協力、ありがとや。メガキュア、キャー。そのもう一度行動とかはやめてほしいよね。何回やねんって感じだし。先乱れろー。みんな気合い入れて。ハサミ打ち。結構体力多くない？
強いしさ強いし防御力も高いんだけど、ちょっとやめていただきたいわ。はい、から焼き。これ全然全然やっつけれんのやけど、つらい。あー、みんな気をつけて、大丈夫の前に回復をしてください。いけ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 、ランシャー。お、やった、やっつけた犬だけになったら逃げてったんですけど、感謝するにゃ。目の前で顔が奪われてしまったからね。勝った。お、アイナがレベル21。そしてこのボーナス経験値は、はい、フィッコちゃん、犬の特上パン、いいね、かわいい。もうそのまんまやったねはい、これで目の前で奪われた顔をきっちりその場で奪い返すと。ふにゃー、ちゃんと人の言葉を喋って。まったく、ひどい目にあったよ。でも太郎も無事でよかった。その宝石もらえないかな。こんなのでよければ、右目の宝石をゲット。世話になったね、行くよ太郎。やっぱり寝よったんやね、きっとアリスのお願いを叶えた。これで超魔天狼の宝石3つ目、あと1つで扉が開く。そしたら超魔王をやっつけて大賢者マリアを助けるんだ。やるぞー。さあこれであと1つ簡単に見つかるかなそうやったらいいんやけど。助けた人が1650人になったので、神の力の目覚め、 HP 振りかけ増量。 HP 振りかけのサイズが540から560になった。ほっほっほ、助けた人々の感謝の気持ちが新たな力を目覚めさせたようだな。これからもどんどん怪物たちをやっつけてミートピアの人々を救ってやってくれ。ちなみに次の目標は1700人助けること、頼んだぞ。ほっほっほ、舐めた MP 飴が60個になったので、おお、どん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 目覚めていく。神の力の目覚め、 MP 飴の効果アップ。 MP 飴の回復量が45から60になった。ほほほ、 MP 飴をたくさん舐めて新たな力が目覚めたようじゃな。 MP 飴は不思議なことに舐めれば舐めるほど効果がアップするのだ。次は70個舐めたらさらにパワーアップするぞ。どんどん舐めなさい。ほほほ、さあ、リミちゃんは相変わらずまだ休んでるのね。はい、料理で。これ、犬の特上パン。これも新しいやつや。ワンちゃんみたいにふかふかであったかくてとってもいい匂い。めっちゃ美味しそうやもん。誰？くるみ。形だけか。中身は伴わないのか。なるほどね。美味しくはなかったと。はい、それでゲームコーナーで、ルーレット。魔法文字のローブをください。これは誰？リミちゃん？リミちゃんかな、多分。お、HP バナナ1本せめて経験値が良かった。はい、それじゃあお小遣い。うわ、無理やね、503しかないし。はい、ヒーロンドレスはちょっとまだお預けということで。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ということで次でラストの宝石か。これで扉が開くと。頑張ってやっていこう。